どうもこんにちは、ナッチでございます。さあ出遅れましたが、ガンダムガチャ引いていきましょう。出遅れたというかなんだよな。本当はもうガンダムコラボのあの発表の PV のさ、地球が映った時点でうわ来たなと思ったんですよ。なんかモンストとコラボしたコラボが来がちじゃん、パズドラって。なんでもあのね、地球が見えた瞬間にこれはもう全力でガチャを回そうと思ったら、貴族生が全然おらんかったっていうな。いや、おるはおるんだけど、すべてが星5以下となっております。闇もちょっと少なめかな。いや、星6にはたくさんいるね。そうなんですよね。ダイヤが出ると僕は負けなんですよね。わけがわかりません。ということで、とりあえずなんかこの辺もね、配布されてますので、引きましょうか。まずは開催記念ガンダムシリーズガチャ。ダイヤは出ないでください。イエーイ、素晴らしい。ザク2です。いやー、一発目がこいつはもう最高でしょう。いやでも嬉しいよね。やっぱりさ、ガンダムと言ったらね、僕は昔からジオン軍払ったんで、ガキの頃からやっぱガンダムってよりザクとかグフとかの方が嬉しかったですね。ではでは、5万いいねいきましょう。よし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 。世間的には石10個使って銀が出んのはどうなんだって言われてるんですよ。最近はね、レア度が低いとむしろ活躍する場面もあるんですけど、やっぱ萎えるじゃないですか。僕はそうではない。さあ、ドム来ました。いや、これすごいですよね。ジェットストリームアタック、ドムっていうのはなんか原作ではね、この3期でファーストガンダムではね、活躍するんですけど、スキルも3ターンで、操作時間、攻撃力、そしてルーレット3個も作るんだ。これちょっと使ってみたいですね、3体組まして。さあでは、星6以上確定、ハズレ確定でございます。グフか、ゼータが欲しい。じゃあ誰、この辺知らないんすよ。キマリス、ガンダムキマリス。あ、強いやつじゃん。グングニール、1万倍ブレス、これなんか使えそうなんで、ありがとうございます。推し7確定いきましょう。11万いいね。これはゼータ1点狙いかな。さすがにゼータ世代っていうのもおかしいですけど、ゼータが一番ね、ガンダムの中では好きです。誰やねん、わからんのやって。この辺ガンダムエクシア、いやーリーダースキルセブンザードかと思ったわ。セブンソードでした。色すごいね。あ、三属性あるんだ。誰なんでしょう。知識が、僕の知識逆襲のシャアぐらいまでしかないんで。さあではこっからは石を払っていきたいと思います。もうね、とにかくね、ゲルググが揃えばいい。ゲルググやっぱシステム作りたいよね。ゲルググ狙いでいきたいと思います。はい、素晴らしい。星4かな、ゲルググは。ザク来まして、ズゴックからのズゴック、ズゴック、これかなりおつやですね。しかしまたグングニル獲得。いきなり3カードか。なんかさ、これ排出率がどうのこうのって言われてましたよね。その銀が出ることはまあいいとして、確率が高いやん結局っていう言われてましたよね。だからまあ確率も一緒だったらさ、まあレア度が低いだけだなってなるんですけど、確率が高いとやっぱり外れ感がどうしても出てまいます。やばいっす、これ辛いっす。僕的には辛い結果です。ゼータ行きましょう。いや、わからんわからんわからん。ウィングガンダム聞いたことはあるな、聞いたことはあるだけです。からの止まっていく。おお、割れるんですね。からの、結構これサイリア引いちゃった感じ。これはさ、あー、びっくりした。ハロゲット、これはシードだよね。そうだよね、シードはね、リアタイで若干見たんですけど、ガキなんで記憶ないんですよ。小学生とかなんでね、全然記憶がない。からの、あ、ゲルググは金玉なんだ。オッケーオッケーオッケー、金狙いね。とりあえず1体獲得。からのジム。そう、こいつ
ゲーム内の表記とかだと、てか正式名称は GM なのかな、あの GM っていうそのアルファベットで表記されることもあって、昔あの友達に GM って何の略なのって言われた時、グランドマザーって答えましたね友達はそれを信じてずっとグランドマザーと 2,3 年思っていました。さあ行きましょう。からのよー、ジオ来ましたね。てかボイスあるやん、落ちろ加算も。そうこれね、ちょっと原作ファンから言わせてほしいんだけど、ジオに乗ってんのシロッコって言うんですけど、このゲームにもいないか、多分モンストにはね、登場していたかと思うんですけど、落ちろカトンボっていうセリフはジオでは言っていません。なのでこれちょっと間違っています。なんかメッサーラっていうね、別の機体に乗った時にね喋ったセリフなんで、ちょっと違うんだよね。シロッコの名台詞ではあるんだけど、ジオではないっていう、これちょっと気になったポイントですね。はい、すいません、数少ないちょっと知ってるコラボなんでね、語らせてください。さあ金2つ、いいよ、1体出そうか。ここから止まっちゃった。あ、でも金いますね、まだね。陣です。そう、なんかまたつなぎ消しに戻っちゃったんだよね、貴族星。今回しかもすごい団結してる、みんなつなげてる。ザクは違ったかな。ギラ動画も出ましたけど、こいつもつなげますから、マシンのつなげ消し流行っていくのか。グフ来ましたね。グフダイヤなんだよね。まあファースト的にはさ、わかるんだけどさ、なんかガンダム全体で見たら古い機体じゃんなんかなっていう違和感を感じるような。さあ石がなくなりました。ここで愛戦士を購入しましょう。てか星7確定とか買わんでいいよな、これマジで嬉しい。パズドラで原作 BGM 売ったのって初めてじゃない。ただこれ著作権に引っかかる可能性があるんですよね、動画で流しちゃうと。なのでちょっと皆さんは多分 YouTube とかにもあるんでサブスク系とかにもあるんで、ぜひ聴いてみてください、愛戦士っていう曲。まあ多分思い出補正もあるんでしょうけど、ガンダムの中で一番好きまでありますね。いや金狙いとはいえちょっと高いな、やはり石10個はな。おまけってうまかったりするん。うまいよね、さすがに。あれ、あ、10連続か。でもなんか微妙じゃね。宝玉宝玉ですか。あ、なんか見たことない、なんかこの音符みたいな。一応木は全部ではしたのか。なんか結構ね、副属性変える系の武器もあるんだね。他も引いていきたい、ゲルググも引いていきたい。金、金2、悪くない、残念。でグランドマザーが出てからの止まって、リックディアス。リックディアスはね、クワトロキじゃないんだよね、闇が少なかったからなんかな。さあどんどん行きましょう。ただもう石がないんです、つらいつらい。あ、3ついいよ。ゲルちゃん、ゲルちゃん、ゲルちゃん渋いよ。さあ割れまして、ダブルゼータ来ました。なんかダブルゼータさ、そういやモンストには出れなかったらしいね。ハマーのなんかクエストかなんかがあったのに出れなかったみたいな、かわいそうな話を聞きました。いっけー、ハイメガキャノン。いやでも喋るのいいな、嬉しいな。はい、ゲルググ出ました、ありがとう。こっちも喋るか。消えろ。ただダブルゼータがフルアーマーになるのは分かるんだけど、シャーザクがさ、サザビーになるのは分からんよね仕方がないんだけどさ、システム的に仕方がないんだけど、違和感だよね。シャアの状態から排出されて進化するんだったら、まあ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 なんだけど、あとはザクが出てきてシャーザクになるとかね、だったらまあまあまあ。さあ行きましょう。ゲルググ揃うのが先か、ゼータが出んのが先か。あ、もうポコロンあるじゃん、ポコロンあるよ、ゼータあるよ。噂をすればなんとやらシャーザクです。
当たらなければどうということはない。有名なセリフですね。あ、これシャアのセリフだったんだって思った方も多いのではないでしょうか。これ以上はやらせん。サザビーはいいけど、なんでこっちちょっと音割れしてんの。当たらなければどうということはない。パズドラボイスあるある、なんかクリアじゃない。ポコロンはもうダメですもんね。そうですよね。からの、これは星6。なんすか、ユニオンフラッグカスタム2。え、どちら様、マジでどちら様だよこれに関しては。出ず。いやー、しんどいしんどいしんどいよ。来てくれゲルググ。ちょっとこの魔法石3個買うか。いや、またゲルググってのがいいよね。ビグザムとかでもよかったけど、ビグザムシステムだったらかっこよかったやろうな。量産の暁やんね。さあ行け。2個は出してくれますね。そろそろキュベレーとか来てもええんちゃう。プロビデンスガンダムドラグーンシステム。ああ、俺は聞いたことあるな。からの、まだキューベレー来ない。この辺も喋るよね。弱者を作り出すのは強者だ。つらい。ああ、まあ、単発単発間違えて単発、しかもダイヤ出た。誰やねん。じゃ、待て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 、つらいぞ。ゼータも引けてないんやぞ。レッツゴー。ポコロン、ポコロンはまずい。あいつ出すぎじゃね。おい、ゲル、いいよ、あと1。 OK、 ラスト1体取っちゃいましょう。もしくはね、ドム3体見たい。ガチャ5連からズゴックができたんだ。できるはずだ。出ず、止まらず、よいしょ。てか交換できるんだよね、きっと。石10個だから簡単に。うわ、素晴らしい、終わったんじゃない。俺はもう勝ち確みたい。よし、ただ武器もちょっと欲しかった。1個あればいいな、お邪魔耐性だから。もう1いっとこう。もう1引いてもう撤退しよう。あるかわかんないけど、復刻来た時にちょっと貴族成長。あいつ出すぎじゃない。お前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 、5って何。5って、セブンザードさん復刻来た時に。あ、待って、こっから出る可能性もあるね。あるか分かんないけど、復刻が来た時にダイヤです。貴族成のね、またレア度高いのが追加されるかもしれないんで、好きなコラボではありますが、ザク10体、ゲルググ10体とかやってたらね、もうキリがないんで、そこはちょっと我慢しましょう。さあ、もう1あるね。終わったんじゃないかな。お、ドム？あー、惜しい。え？もういいってお前。なんだかんだで100連ぐらいするんだよなこれ、結局毎回。いけ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 、お願いしますよ。もう次の課金はしたくないからね。ちょっと待って、また知らんやつ来た。誰？ガンダムバルバドス、バルバトスでした、失礼。今はとりあえずあんたが邪魔だ。マジで知らんガンダムたくさんいるんだな。使ってやるからもっとよこせ。からのデズ、まずいまずいぞ。いや、ポコロンポコロン。あ、でも金2個あるよ。
よし、オッケーです。モンスターボックスいっぱいです。交換して減らしましょう。じゃあちょっと地引きできなかったのは辛いんですけど、ゼータ交換しますわ。だいぶうわ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 、まあこの辺出しちゃっていいよね、適当に。はい、ゼータ。Z ガンダムじゃないですからね、ゼータガンダムですからね。さあゼータなんですけど、これね原作再現が素晴らしいんですよ。ただこいつに関しては素で超重力持っちゃってるんで、超重力じゃない、冬素で超重力はもうただのデメリットだ。超重力で頑張るキャラクターなのかなって思いますね。俺の体をみんなに貸すぞ。変身が40ターンかかるっていうね、まあ大体40話ぐらいからバイオセンサーやばくなってきますから、そんなとこまで再現してると思わないんだけど、変身するとねバインド消えるんですよ。で回復も下がるんですよ。これまあ原作再現っちゃ原作再現で、これ凄まじいネタバレになるんで、気になる方はぜひ、テレビ版のゼータガンダムも、劇場版では見れないんで、それ。テレビ版でお願いします。はい。ぜひ見てください。まあゴンさんみたいな感じですよね、スキルはね。ちょっとゼータは使いたいよな、さすがに。まさかね、このゲームでゼータガンダムを使える日が来るとはねっていう感じではあるんで、個人的には。であとは引けてないのは、えマジでゼータだけじゃない、マジでゼータだけ引けなかったんですね。ガンダムは確定があるもんね。じゃあ最後にガンダム引いて終わります。まあこいつはねちょっと確率が低いだろうから仕方ないにしても、よりによって僕が好きなさガンダムとゼータのその世代のガンダム引けないっていうつくづく運の悪い男です。アムロ、行きます。ただのニューガンダムは伊達じゃない。あ、いいね、こっちいいね、なんかボイス、シールド強い、い性能してんな。アムロも強いよねこれね、スキブないけど。これどうなるんだ。ちょっと余韻みたいなの聞こえたと思いますけど、いやこれ動画で使えねえのクソ残念だな。動画外でパズドラするとき大体音がないかさ、なんかその他の動画とかなんか見ながらやってるからさ聞かないんですよ。動画でこそ BGM 聞くんですけど使えないっすもんね、著作権っていうのは。恐ろしくも偉大です。これ次回のコラボでもし可能だったらね、水の星へ愛を込めてほしいですね。ゼータの曲なんですけど非常に有名で人気の曲なんで、次回があればお願いしたい。ただまあゼータがね普通に出ちゃってますからね、ないのかな、百式あたりにつけてくんないかな。はい、というわけでガンダムコラボでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。